はじめまして、指揮官。AK-15、現役戦術人形です。効率よく命令をください。何か言いましたか申し訳ありません。休眠中でしたので聞き取れませんでした。もう一度お願いできますか重要なことではないとそれでももう一度お願いします。目を閉じて見えるのはただの暗闇。 闇は嫌いではないのですが、好きとも言えません。ただこの静けさを楽しむだけです。AK-12? 失礼。私たちは同じ工場の出身ということ以外、何の関係もありません。私も彼女のやり方が理解できませんし、効率を考えるのなら、一緒に仕事をしない方がいいと思います。実に不愉快です。 なぜ AK-12 はいつも意味もなく資源を無駄に使うのですかとにかく、私と彼女は全然。いえ、申し訳ありません。こんな些細なことを愚痴るべきではなかったです。忘れてください。理解できません。この命令に一体何の意味がこういった関係がなくとも、私は指揮官の指示に従います。しかし、いいでしょう。 堅くなにそう言うのでしたら、私も無条件で従います。指揮官として、あなたは信頼に値する方ですので。遅刻です。これはスケジュールの管理に響きますので、ペースアップしていきます。とりあえず不必要事項は取り除きました。目を通してください。指揮官、今度は遅刻しないようにお願いします。新人がチームに入りました。指揮官、ご確認を。指示に従います。 くれぐれも足を引っ張らないようにお願いします。性能が優れていれば、あらゆる状況に対応できます。ご安心ください。彼女たちの実力を200%まで発揮させます。了解。必ず任務を遂行します。報告します。任務完了しました。行ってきます。私がいないからといって、羽を伸ばしすぎないようご注意ください。任務開始。皆さん。 集中してください。命令。ゴミ掃除。邪魔。もういい。死ね。チームの足を引っ張り、申し訳ありませんでした。任務失敗。全員順番に撤退せよ。任務完了。休む暇などありません。次の命令をください。ああ。休眠とチャージを同時に進行してもらえませんかダメですか。 でしたら、時間を無駄にしないために、大至急でお願いします。指揮官、明けましておめでとうございます。こういう特殊な時間概念の存在には理解できませんが、これからもいつも通り仕事を共にできるのではないでしょうか。指揮官、これは私が作ったチョコレートです。受け取ってください。レシピに記載された配分を厳守して作りました。 なぜか、ですかそういう決まりだと聞いたもので、願い事ですか意味のないことはしない主義です。不確定な存在に祈るよりも、自分がしっかりした方がいいと思っています。それに、私にとって頼りになるのは、上司の知恵だけです。甘いものは嫌いなので、お菓子は用意していません。ついでに調べてみたのですが、 ハロウィンという行事は想像を遥かに超える重大な意味を持っているようです。それがなぜこんな滑稽な有様、はありさまには理解できません。指揮官、メリークリスマス。人形たちはサンタが待ち遠しいようですが、なぜ存在しない人物からプレゼントをもらおうとするのですか全身。待機。くっ。<laughs> 確かに。そうですね。悪くないです。理解できません。はい、そうします。私に聞くより、指揮官自ら考えた方がいいと思います。少女前線。